ホームセンターが創業したんですけども、まあ、あの当時はだからホームセンターっていう言葉がなくて、バラエティストアって言ってたんですよね。大学出てですね、証券会社入ったんですよ。で証券会社で5年いて、で、まあ、でも証券会社のノルマがきついんで、もうなんか、あの、いるのが嫌になってですね。で、それ、親に泣きついたんですよ、もう。もう、これ以上ね、ちょっともう証券会社でもうやっとっても、もうやっとられるので、田舎に帰らせてくれと。で、順天堂入らせてくれたら、まあ、じゃあまあいいかって言って。で、入った経緯で、まあ、どっちかって言ったら、まあ、積極的な意味がないこともないけど、まあ、逃げて帰ってきたみたいな部分もなくにしてもらいます。うん、それで、62年に入って、5年間ずっと、店舗にいたんですよ。まあ、それが結局、うちの小売業の、まあ、今、いろんなことを判断したり考えたりするうちの、やっぱり一番ベースになってますね、やっぱり。うん、小型店でそんなに大層な店じゃないんですけども、やっぱりそこで商品触ったりとか、お客さんに接したりとか、いろんな、まあ、もろもろ作業がありますから、だからまあ、パートさんとのね、付き合い方とか、そういう部分、まあ、うちの商売の一番根源の本質の部分を、まあ、その5年間で、まあ、体で覚えたっていうかですね。だから、現場重視とか商品重視っていうのは、やっぱりそこで、やっぱり一番、こう、植え付けられたっていうか、体得したっていうことはありますね。なるほど。うん、私も、ね、社長って他のホームセンターの人もね、で、社長何してるんだろうとか思うんですよね、普段。何の仕事をしてるんだろうなと思って。いや、ないんですよ、本当に。仕事って。で、私はだから一番大事な仕事は、お店を回ることだけだと思ってる。それ以外の仕事は何もないんですよ。でそこで、やっぱりいろんなことを見たり聞いたり、こういうことを直さなきゃいけないんだとか、そういうことをずっと継続してると、だん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 いろんなことがこう分かってくるっていうか、確かに売上とか利益とかね、っていうのはそれこう予算があったりね、前年の数字があったりして、それをどうするか、それはまあ、表面的には第一位ですよね。だけど、そんなのは全部結果じゃないですか。いろんなことをやってきたら、ね、商品を仕入れて、ね、販売してとかね、そういう中で、あくまでそれの全部結果ですから、だから店回りできなくなったら、もう社長はおしまいだと思ってますね。うん。だって何も新しいもの出せないんですよ。うん。で、何を改善したらいいかとか、何がうちが今悪いんだとか、っていうようなことが、お店に回らないとわからないんですよ。お店を、売り場を見て、商品を見て、店長と話をして、パートさんと話をして、お客様に、あんたのところ店ができて、本当に、ありがたいよとか、助かるよとか言って、まあ、本当に、しょっちゅうあるわけじゃないんですけども、たまにひょっとこう言われるんですよね。その時は本当に嬉しいですよね。本当に仕事しててよかったなっていう感じがします。うん、今、中国5県と、関西地方の一部にですね、兵庫県、京都府、和歌山、奈良ですね、あと三重県も行ってありますけど、そこには、ホームセンターを、134店舗今営業してますね。これあと、イエローハットが3店舗あって、これはフランチャイズでやってるんですね。それからあと、ドラッグストア、島根県に7店舗と、あとまあ、ブックセンターを、7店舗やってます。まあ、その形で今、小売業としてずっと進んでます。まあ、基本的な核になるビジネスは今も、あくまでホームセンターですね。ホームセンターっていう看板を掲げてる限りは、やっぱり他の食品スーパーとか GMS とかドラッグストアとか、では、とか100円ショップとかでは扱ってない、扱っても主力にはできない商品を、バックさんの一番その来店してもらえる、支持してもらえる、最大のその、うちの武器にしなきゃいけない。それがまあ、農業用品であり、園芸用品であり、それから、まあ、いわゆる DIY 用品って言われる、その資材とか、金物とか工具ですね。そこをとにかく、その、商品品揃え出すとか、あらゆる部分で、その、確立して、お客様の支持をいただかないと、ホームセンターっていう看板を掲げては、存続できないし、競争にも全然勝てないと思ったわけですね。
それはまあ、途中で、その後も、2004年とか5年に非常に、売り上げが厳しくなった時期もありますけども、まあ、基本的にはそこはやっぱり変えなかったんですね。それから、食品を扱うとか、お酒を扱うとかね、からお米を扱うとか、薬を扱うとか、っていうことも、別に、やろうと思えばいつでもできたんですし、そういう誘いとか勧誘もですね、たくさんあったんですけども、やっぱり、芸能業、資材、工具っていうホームセンターの格の部分を、の強さを消すような品揃えの商品は、やらない。それから、客層が違う、買い場が違うような商品はやらないし、やったとしてもそれは、うちの主力商品やとか、利益を稼ぐ商品には絶対にならないと思ったので、やらなかったんですね。うちの店舗は圧倒的に田舎が多いんですよ。山間部ですとか、離島ですとか、地方都市ですとかですね。でそういうところで商売をやってたんですね。で、だんだん気がついてきたんですよね。その何が気がついてきたんですか。その昔からあった、その JA さんとかね、農協さんですね。JA さんの支所だとか、それから種屋さんだとかですね。それから農機具屋さんとか、肥料屋さんとかですね。それからあと金物屋さんとかですね。建材屋さんとか、今までのその地域の商店、専門店がですね、担ってきた、その、園芸農業とかですね、それからそういう工務店とか建設業とかっていうところの、その、まあインフラですよね。そういうところがそういうところを担ってきたわけですよ、機能とか役割を。どんどんなくなっていってですね、もう消滅していってるんですよ。で、ただやっぱ商品を売って、高い安いだけで売ってるだけじゃ、そういう専門店のですね、機能は果たせないと。うちのはただのホームセンターということではだけではなくて、やっぱり地域のインフラとしての役割をちゃんと果たす、専門店としての役割を果たすっていうことをちゃんとできるようになろうと。っていうことを明確になってきて、やっぱりそういうふうなためにはやっぱり、アフターサービスですとか、ちゃんとしたその専門知識を持った接客ですとか、それから修理だとかですね、っていうことがやっぱりちゃんとできるようにならないと、その専門店とは言えないし、地域のインフラっていう偉そうなことも言えないわけですから、でまあ、そういうふうなホームセンターにしていこうと。っていうことがはっきりしてきた、はっきりさせてきたのが、まあ、一つもちろん今の特徴じゃないかなと思うんですかね。我が社よりもですね、その、企業規模が大きくて、収益力も高い競合の、ホームセンターは、3社も4社も周りに共同ありますから、やっぱりそういうところと、共存しながら、我が社も、に、やっぱり来店してもらって認めてもらえるような、企業にならなきゃいけないですし、とにかく、もう一店舗一店舗を過密にきちっと、作っていくと。それでまあ、本当に力がこうついて、利益もちゃんと出せるようになってくれば、次のステップに行けるかなというふうに思ってるので、まあ、とりあえずは今、10年間やっぱり売上がやっぱり過去の最高の売上をやっぱり超えてないんで、やっぱりそれをなんとか早いうちに1回超えて、で、それから、あと店舗数も一番多い時はやっぱり、180店舗以上だったんですけども、そこから今50店舗ぐらいやっぱり少ないですから、やっぱりそういう店舗数にも、昔のやっぱ最後の店舗数にも近づけるように、こう、1店舗以上なんとか店舗数を増やしていきたいと思います。で、そういうことが積み重なってくると、我が社なりのやっぱり特徴だとか強みっていうのももっとこう、はっきり言ってきて、もう少し大きな、構想とか展開をね、描ける。じゃないかなっていうふうに思ってますけども、